ビデオカメラのデータ復旧を行いました。兵庫県神戸市のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはソニー HDR-XR150、 HDD がフォーマットエラーですと表示され、データが見られなくなった。エラーコード E3100 が点滅しているという状況です。データ復旧処理を行い、13時間15分の動画データの復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。